こんにちは、静岡ナビチャンネルです。いつもご視聴ありがとうございます。今回は久しぶりに灰原郡吉田町にあります県営吉田公園にやってきました。本日は初登場なんですけれども、相棒のミニチュアシュナウザーアリスを連れてまいりました。今回はこのアリスと一緒に犬の散歩スポットということでご紹介していきますので、最後までご視聴よろしくお願いいたします。はい、先ほどまでですね、ちょっと雨が降ってました。なのでね、ちょっと路面が少々濡れてしまってます。でもあまり暑いとワンちゃんにも負担になるので、これぐらいがちょうどいいですよね。では行ってみたいと思います。さあ、今5月の中旬ということもあって、お花がねちょうど入れ替わりの時期なんですよ。です、少々少ないのが残念です。やっぱり吉田公園といえばチューリップですよね。毎年3月下旬くらいに開催されるチューリップ祭りがとても有名なんです。そのチューリップ祭りの時に来たかったですけど、まあ今日の散歩アリスは嬉しそうですね。やっぱりワンちゃんもここは楽しそうだなってやっぱりわかるんでしょうかね。すごいウキウキしてますよね。さあ、では公園のマップを見てみましょう。今日はですね、左上の芝生広場 A をちょっと一周していきたいと思います。見てください、この5月中旬にもなると芝生が青々としてきて、いよいよ暖かくなるっていう感じがしてきますよね。ここがマップ上の芝生広場 A になります。ここ吉田公園での犬の散歩のルールがあります。まず一つ目にリードを必ずつけましょう。二つ目に糞は必ず持ち帰りましょう。三つ目がペットを植木に入れないことです。この三つは必ず守りましょうね。はい、こちらは水遊び場でございます。この公園はですね、滝があるんですよ。ですのですごい涼しげなんですよね。夏場なんて子供たちがよく水遊びしてますよ。はい、さすがお散歩人気スポットです。必ずワンちゃんとすれ違いますよ。もう芝生広場が広すぎてですね、人がいない時はこんなこともできちゃいますよ。一緒に走るなんて普段できないですよね。ものすごく気持ちいいです。はい、こちらが吉田公園のシンボルが見えてきましたね。こちらちびっこ広場ですね。立派なみかんの木が塔の上に立っております。今日は雨上がりだったのであまり人がちょっといないみたいですね。やはり休日になると人がすごい集まるので、ワンちゃんとかの散歩はですね、ビオトープの周辺が結構いいと思いますよ。こちら見てください、立派な橋もあって本当にいい散歩コースですよね。公園の回り方によってやっぱり景色も変わってくるので、本当に楽しめる公園ですよ。こちらはさあ、間もなく一周終わるんですけれども、この公園をまだ半分回っただけなんですよ。やっぱり綺麗にお花が咲いている時期にまた来たいと思いますね。お散歩も楽しめて、お花も楽しめる最高の公園だと思います。
ぜひ皆さん一度いらしてみてくださいね。はい、本日の動画以上になります。皆さんいかがだったでしょうか。またアリスを連れてお散歩コースもまた動画を上げていきたいと思っております。この動画が良かったと思った方はグッドボタン、高評価、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。コメント欄にコメントをいただければやる気と元気が出ますので、ぜひよろしくお願いいたします。返信も必ずいたします。では次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。